本記事では、現在の君主の一覧を示す。以下の一覧は、国際連合加盟国、国際連合総会オブザーバーにおける君主を、即位順に記載したものである。イギリスの君主は、英連邦王国諸国の王位も兼ねているため、イギリスを除く国については、別表で記載する。内訳は、天皇が1名、教皇が1名、国王が17名、アミールが2名。 太公が1名、公が4名、大統領が1名、オレア・オレ・マーローが1名の計31名が在位している。継承については、天皇、国王については、陛下が用いられる。太大公、公については、殿下が用いられ、ローマ教皇については、大下が用いられる。また、アラブ首長国連邦大統領、オレア・オレ・マーロー。 アンドラの共同校のように建設している職がある。元首はその継承が優先されている。イギリスの君主と同一人物を君主とする独立国の一覧は以下の通りである。いずれの国も立憲君主制国家であり、イギリスの君主の統治権は形式的なものである。継承はいずれも陛下となる。なお、バルバドスは2021年11月までに王政を廃止して、 共和制になることが確定している。かつてのドイツ帝国における両方君主やインドビルマにおける反王国のマハーラージャなど独立国家内にも両方を持つ君主が存在する場合がある。アラブ首長国連邦を構成する7つの首長国にはそれぞれ首長が存在し、各国家内での強い統治権力を持っている。マレーシアでは9つの州に君主が存在し、 国王を五戦で選出するが、各州において君主は、マレーシア憲法160条により、当該州の憲法に従い統治者の機能を持つと認められている。また、ぬぐりスンビラン州には、ウンダ団と呼ばれる伝統的主張がおり、州の王を五戦で選出する制度を持っている。これは、現在のマレーシア国王選出制度と同じものである。ウンダンもマレーシア憲法160条により、 統治者と認められている。デンマーク領のフェロー諸島とグリーンランドは自治領であるが、本国であるデンマークと対等の存在であり、独自の外交権を持つなど特殊な地位を占めている。これらの地域は、同訓連合という形で、デンマーク王を君主としている。また、イギリスにおいて、スコットランド・ウェールズ、北アイルランドは個別の議会を持ち、それぞれイギリスの君主である。 連合王国国王君主とする。独自の君主を持つ国家構成両方基本的には君主国が持つ海外領土自治領においては本国と同じ形で君主を持つ。チャンネル諸島や万島は独立した国家とはみなされていないがイギリス国家の構成部分ではなく自治権を持ったイギリスの王室属領である。これらの国の君主はイギリスの君主であるが、 イギリス国王としての統治ではない。公式な称号としては、マンシマにおいては、マンシマ領主たる女王と呼ばれている。チャンネル諸島においては、ノルマンディオーけたる女王となる。ニューエおよびクック諸島は、複数の国家が国家承認を行っている国であるが、ニュージーランドと自由連合関係にあるニュージーランド王国を形成している。両国の君主は、 ニュージーランド国王としてのイギリスの君主が兼ねている。彼の主張は、ナイジェリア北部のイスラム教徒の間で、そこと皇帝に次ぐ権威を有している有力な、ナイジェリア伝統的君主の一人、イフェオーセネガル国内のアニミズムの王国、ウスイでは、精霊との更進者とされる王だけが赤い服を着る。フランスの海外巡権である、ウォリス・フッツナでは、ウェア王国、アロー王国、 シガベ王国の省が法的存在として認められている。ウガンダにはトロ王国、ブニョロ王国、ブガンダ王国、ブソガ王国の伝統的な地方王国が存在している。これらはウガンダの法的な行政区分ではないが、1967年に一度廃止されたものが1990年代に復活したものであり、省は文化的指導者と位置づけられ、 政治的な力を持たない儀礼的な存在となっている。2008年には廃止以前には存在していなかったルーエンズルル王国が共和国政府の承認を受けて新設された。ガーナには絶大な影響力を有するアシャンティオーなどがいる。カメルーンにはフォンという称号の州長が数多くいる。ナイジェリアにはソコト皇帝やネウィ王、ベニン王やラゴス王、ボニー王や ワリオウなど、数多くの伝統的君主が存在する。マラウイには、ド部ンブ家族の大主張家であるチクラマイエンベチョウなどの伝統的君主がいる。南アフリカ共和国においては、ズール王室や雨の女王などの伝統的君主が政治的存在として公認されている。南米、ボリビアには、アフリカ系ボリビア人の間で尊敬を集めている、アフロボリビア王室が存在し、 2007年に共和国政府から部族王として公認を受けている。この王家は奴隷として連行されてきたアフリカの王族がアフリカ出身奴隷たちの間で提唱に扱われたのが始まりだとされる。また国家から公認された地位ではないが特定の民族、部族の間で王としての権威を有する者も,も存在する。ニュージーランドのマオリ族におけるマオリ王などがその例である。 2008年まで存続したムスタン王国の首都、ローマンタンの人々は今なお、旧王家に対し尊数の念を抱き続けている。ローマンタンの文化によると、王とは祭りを開催する許可を与える存在であり、人々は今日でも旧王家の最下を得ることなしに祭りを行わない。モンテネグロでは2011年7月12日に、 ペトロビチニエゴ州王朝の子孫の地位に関する法律が制定され、旧王家が政府代表として儀礼的役割を果たすことが認められたが、これは国家によってモンテネグロ、もしくはその中の両方等の君主として承認を受けたものではない。ヨーロッパでは複数の君主号を兼ねる伝統があり、スペイン国王が兼ねるアラゴン王、カスティーリ王のように、 当地域内の領土の君主号を別に持つことがある。また同様に、スペイン国王が持つエルサレム王のように主権を持たない者も,も存在する。また、旧王家の末裔がこうした君主号を儀礼的に称することも行われている。また、ジャコバイトの王のように、本人の意志とは関係なく、支持者によって君主とされることもある。これらの君主とは別に、いわゆる自称国家、政権にも、 君主を名乗る者が存在する。連合王国における正式称号は、神の恩寵による、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、及び他のリルムや、領域の女王、コモンウェルスの長、信仰の擁護者である、エリザベス2世。詳細は、イギリス君主の称号を参照を利否定した因郊、AB 日本が務省分けでは、共同原種。アンドラ公国の原種は、 フランス大統領とウルヘル司教の二人が共同校となる。正式にはアラブ首長国連邦の大統領であるが、大統領職はアブダビ首長国のアミールであるナヒアーン家が世襲により、継ぐのが慣例化しているため、君主に含めた。また、日本外務省でも殿下の継承で呼ばれる。トゥクギャルポ公式な称号、正式な称号については、オランダ君主の称号を参照。 正式な称号については、スペイン王の称号と英典を参照。フオーラーマ旧世紀の崩御後、しばらくは即位の手続きを取らなかった。実際に即位を受諾したのは2016年12月1日。遡って、フオーの崩御後直ちに王位を継承したことにして、約1ヶ月半の空位期間は存在しないものとされた。オレアオレマーローは、 立法議会議員の中から古選で選ばれる人気性の国家元首。伝統的にサモアの有力主張アイガの中から選ばれる監修となっている。日本外務省では殿下の継承で呼ばれる。サモア憲法の規定では政体は明示されていない。立憲君主制であるとする意見が存在する一方で、ヤシガイやジェイコットレルのように共和制とみなす見解もある。 アメリカ国務省は議会制民主主義とファーサモアの混合形態と表現し、イギリス、ニュージーランド、オーストラリアの文書では議会制民主主義と表現されている。日本外務省は基礎情報において選挙により国家元首を選ぶ制度と表現している。マレーシア国王は国内9つの州の君主の五選で選ばれる。憲法及び他の法令には立憲君主制や 君主に対する直接的な記述はなく、日本政府の見解としては立憲君主制とみなしても差し支えないとしている。一方で学説として議論がある。詳細は、象徴天皇制及び立憲君主制を参照。ニュージーランドとニュージーランド王国を構成するクック諸島とニ上の君主も兼ねる。ジョグジャカルタのスルターンが施襲することが定められている。 ありがとうございます。